you might not need power to throw somebody down. Hi guys, I'm Yusuke, a karate coach from Tokyo, Japan, and today we're taking a deep dive into the throat of Okinawan Kenpo. When you think about throwing somebody down to the ground, don't you think about muscles and power? I mean, look at all these judo practitioners. They're super buffed, right? And yes, depending on the martial arts, some rely more on the power, but some rely less on it. On that spectrum of how much power you use, I think I found the martial art or the way of throwing somebody down with the least amount of power necessary. We're still gonna be together with Kikuno Sensei. And as you can see in these videos, he throws people down without much power. And what's amazing is that he's done judo for 6 years, winning in various competitions. However, decided to learn this new technique from Okinawan Kenpo that requires less power. Let's learn this step by step in today's video.まあ、いろんな投げ方あるんですけども、はい、その内反地の型の中で、はい、波返しっていうね、このポンとこういう動きがあるんですけど、はい、これを使った投げ方を、はい、まあ、波返しの、まあ、注意点としてこっちに体重乗っけないっていうことが大事で、はい、まあ、落ちる感じですね、ここにこうおっとっとって落ちる、この感じでこういくと、こういう動きをしないってことですね。はい、でそれをするとちょっといいですか、はい、じゃあこの感じで、はい、ちょっと耐えてもらっていいですか。わかりました、はい、そうですね、まあ、こういう衝突が起きるんですよね、はい、つまり、はい、僕が 今左足にしっかり体重乗っけて、そうです、その土台をもとに長野先生をこう変えようとしようとすると、はい、長野先生も踏ん張れるんですよね。はい、ガッとこうなので、どうしてもパワーとかスピードの勝負になる、はいはい、でそれを僕がしないんですね、この足に乗っからない、まあ、真ん中の状態というかね、はいはい、で特にここも押さないで、そのまま波返しの要領でこのまま、あの同じように耐えてくださいね、はい、わかりました、このまま、おお、あ、なるほど、今は重さが中心軸にもうずっとある、まあ、そうですね、そう、重さはこっちに寄せてない、うんうんうん、つまり不安定なんですよ僕は、はい、こういう状態でかけてるので、人ってこうバランスを取るんですね、釣り合う、はい、今僕は バランス取ってるから今こうやって立ってられて、はい、でそれがこう触れた瞬間に2人でバランスを取るんですよね、はい、2人で安定する、まあ、例えば僕長野先生今触れた瞬間に、はい、僕長野先生がいるから立ってられるようなバランスの重心になってるんですね。なるほど、触れた瞬間に、はい、こうじゃないですよね、確かに何気なく触れた瞬間でもう長野先生で立ってる、はいはい、長野先生ちょっといなくなってもらっていいですか、たらこうなるわけですね、はい、もうそれは無意識レベルで、無意識レベルで起きてます、もちろん無意識で戻そうとはできますけど、はい、あの普段僕らそうやって瞬間瞬間でこうバランスを取って楽して立ってるわけですよ。分かりやすいのは授業中とかにこう寝ちゃってるのもまさにそういう、ね、無意識でやってますよね、はいはい、お辞儀とかもそうですね、僕ら無意識にお尻出したりとか、はいはい、確かに何気なくこう手を伸ばした瞬間も、うんうんうん、ちょっといきますね、これしないと倒れるんですよこうやって、はいはい、あ、だから、まあ、さっきのこれも同じ話で、そうです、同じ話で僕らはバランス取りたいからこっちに行くんですよね、うんうんうん、だってこう崩れたくないから、でそれをあのそれをしないうちに足を上げて下ろすという練習をすると、こっちに寄せない、で寄せないもんだから僕は不安定なんですよ、この落ちる途中なんですよね、はい、落ちる途中で不安定なので、はい、長野先生もその僕とバランスを取って不安定になるんですよ、なるほどなるほど、だから一体化してしまう、そうですね、2人でこう不安定な状態になってしまう、だからなんか不安定だから耐えれないっていう、うん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 、確かに繋がった状態で片方が崩れたらそれはもう片方も、そうそう、まあ、一緒に崩れるしかないという、はい、人って押したら押し返し、つまり僕のこの力に出して、そうそう、確かに今こうします、安定しますよね、はいはい、こうしようとしたらそこに安定しようとする、はいはい、でもこれをしなければどっちもしないんですよ、うんうんうん、だからその感覚のまま押さない引かない安定しない状態でかけると何をどうしていいかわからない、はい、どうしても力んでしまいますよね、はい、こう投げるぞって言って、はい、グッとこうなりますよね、なるほど、それはまあさっきの波返しのここでちゃんと重さを両足に乗せてここの保ったままこう上げる、そう、落ちるっていうイメージですね、落ちる、あ、そうか、足は上がるけど全体としてはこう落ちている、そう、なんか落ちるときって無重力になるじゃないですか、はい、それで上げる感じですよね、うんうんうん、そうそうそう、地面を蹴りたくないですよね、
落ちる途中はこれ別に重力いらないから、はい、そこを上手、はいはい、もう一度かけていただいて、はい、いいですか。このまま落ちる感じですね、はい、落ちる感じ。あ、やっぱりスッとやられた感じがないですよね。そうですね、そうストンとこうぶつかんないんですよ。ぶつかれない。あ、そうですね。あ、確かにここに感触がないですね。はい、そう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 。 Guys, and if you're into learning these deep martial art concepts, then in 2 weeks, I have a seminar coming up. Hi guys, I'm Yusuke Nagano from Karate Dojo Waku. Hi guys, I'm Yusuke Nagano from Karate Dojo Waku. Hi guys, I'm Yusuke, a karate coach in Japan. Hi guys, I'm Yusuke, a Japanese karate coach here in Tokyo, Japan. Hi guys, I'm Yusuke from Karate Dojo Waku. And finally, let me introduce you to my Karate World Tour 2023.This October and November, I will bring true karate to your city. LA, New York, Toronto, London, Sydney, and Melbourne. By coming to the seminar, I promise you that you'll learn these 3 techniques. Stronger punches. Heavier kicks. And faster footwork. Wanna know how?It's all about the pelvis, balance, and knees. Become a true martial artist at Karate Dojo Waku World Tour 2023. Tickets on sale from the link in the description box. I hope to see you guys there. で、その感覚のまま、こう何もしないでほしいんで、はい、この触れてるだけですね。はい、で、今の感覚のまま、こう落ちながら僕の足をちょんと軽く上げてください。僕の足を。でどうしてもね、狩る瞬間にこっちに乗っちゃうんですよね。それを乗せなければいけます。まあ、わかりますね、はい、対人になるとね、どうしてもやっちゃうんですよね、はいはい、落ちる、そうです、落ちるんですね、はい、落ちる、うん、うわ、惜しい惜しい惜しい。まあ、人ってどうしてもその今までやってきたことがあるので、自分を強くして相手を変えようっていうね、働くんですけど、まあ、それを切り替えていくのが稽古というかね、はい、相手と仲良くなって一体化して一緒に変わるというかね、うん、はい、そういう感覚を身につけていく。ちょっと練習させていただきます。はい、ぜひぜひ。ありがとうございました。Yeah, so this throw, right? It is mysterious. I've seen it online, I've seen him do it, but I couldn't tell what it was like until I actually received it. It was really like I was becoming heavy, and that was due to his weight going onto me. It's very powerless. The moment you think about you want to throw it, you freeze up and you cannot do it. So it is a pretty hard throw to acquire at first, but as long as you can train with a partner, I think anybody can try this out. So let me know how it goes, and if you know any other throws in any other martial art that doesn't require much power, let me know in the comment section below so anybody from any age can become strong at throws.Thank you guys so much for watching, and next video is going to be an interview with Kikino Sensei. Who is he and how did he become strong?